11月25日中華民国台北ヒルトンホテルにおける記者会見での笹川良一会長。会長、私の最も敬愛する中華民国のマスコミの皆さん、こんばんは。この度また会長に本年2度目の台湾訪問に際してその抱負を語ります。今回の台湾訪問のメイン行事は本年度台湾で開催されることになった世界空手道大会に世界空手道連盟会長として出席すること。それに先立って役員総会会場連勤台北外事クラブを訪れた笹川会長は世界各国の代表者から盛大な拍手で迎えられました。青少年の健全育成とスポーツの振興及びスポーツを通じての国際親善を目的として笹川会長が中心となって活動を続けてきたこの世界空手道大会も第6回目を迎えた本年は46カ国からの参加を得地元台湾でも大いに注目を集める催しとなりました。私は空手に力を入れとんでありますが、集まった各国名士ともしばし歓談のひととき、積極的に交際を求めあるいは旧交を温め合い常に笑顔を絶やさぬ笹川会長です。総会会場を後にした笹川会長は台北市内の国民党本部へ。空手関係のスケジュールの合間を縫って寸暇を惜しまず民間外交に努める笹川会長。前回の訪問ですでに親交のある国民党中央委員会蕭元治秘書長を訪ねました。急にしてね、こことは交流がないからね、その BG で連れてきたらいかんとか嫌なんだって僕は何もかった。蕭介さんのおかげで今夜は今日あるんじゃないか、向こうとも出廷してもらうし、ここも付き合いしないか。そして同日夜、蕭異国将軍主催による夕食会へ。蕭異国将軍は蕭慶国主席の弟で台湾を代表する実力者の一人。この日も台湾で開催されることになった世界空手道大会を祝して笹川会長をはじめとする関係者一同を招待されたもので、笹川会長に対しても敬意のこもった挨拶をされました。中華民国におかせられましては、政府をはじめ会長その他の方々が最善を、笹川会長も世界空手道連盟の会長として蕭将軍にプレゼントの贈呈。スケールが大きく包容力のある将軍の人柄に会長も大いに感銘を受けた様子でした。